平野紫耀やナンバー、愛の存在が多くの人々に勇気や希望を与え心に深い感動を残しました。ナンバー、愛の平野紫耀27歳が最近の活動に関するインスタグラムの投稿で彼の最初のコンサートの舞台裏からの写真をファンと共有しました。このコンサートはトゥーヒーローズからトベファーストスーパーライブというイベントでトベエージェンシーのタレントが出演した初のライブです。このイベントは 4日間で22万人以上の観客を動員し、大成功を収めました。平野は写真を通じて、舞台裏からステージに向かう様子や、ファンに手を振る様子、そして共演者であるナンバー、愛のメンバーである岸シユタ、27歳と神宮寺ユ太タ、26歳との写真を公開し、またすぐ会いましょう。来てくれた人、見てくれた人、ありがとうとファンに感謝の気持ちを伝えました。 この投稿にはファンから多くのコメントが寄せられており、彼らは感謝の気持ちや再会を楽しみにしていることを示しています。ファンからのコメントには、心からの、お帰りと、ありがとうを伝えたけれど、届いたかなまた会いに行きます。という声や、紫輝くん、東京ドーム4日間お疲れ様。昨日はドームで直接会えて、娘と幸せな時間を過ごせましたといった温かい言葉があります。 私自身もこのコンサートに参加し、平野仕様のパフォーマンスに圧倒されました。初めて生で彼を見たとき、彼の姿は本当にまばゆく、そして感動的でした。特に彼の魅力的なオーラは言葉では表現しきれないほどでした。彼は本当に素晴らしいエンターテイナーであり、彼の存在だけで会場が華やかになりました。 コンサートの配信も楽しませてもらいましたが、やはり生で彼のパフォーマンスを体感したいと思いました。彼のダンスパフォーマンスは素晴らしく、特に、ブロイユアカバーのパフォーマンスは何度も見返してしまいました。彼の音楽の才能や魅力は本当に圧倒的であり、次回のライブで彼の姿を再び見ることが待ち遠しいです。また、平野紫洋さんの見た目だけでなく、謙虚で素直な人柄も魅力的だと感じました。 彼の内面から輝く姿に触れることができ、彼のファンであることを誇りに思います。平野仕様は見た目だけでなく、謙虚で素直な人柄も魅力的でした。彼の内面から輝く姿に、ますます惹かれました。ライブでは、彼の圧倒的なオーラと親しみやすい笑顔のギャップに、ファンは魅了されっぱなしでした。彼のライブでは、彼のパフォーマンスの圧倒的なオーラと、MC での親しみやすい笑顔のギャップに、 ファンはますます魅了されました。彼の活動に対する熱意と才能は私たちを常に驚かせてくれます。そして彼が興奮冷めやらぬ翌日に素敵な写真を投稿してくれたことにファンはますます心をつかまれました。彼の活動を追いかけることは常に楽しく刺激的な体験です。彼が今後もさらなる成功を収めることを願っています。このような魅力的なエンターテイナーについて 皆さんはどのように感じますか彼の活動やパフォーマンスについてどんな思い出がありますかこれからも彼の活動を応援し続けたいと思いますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。